内閣府の消費者心理を測る調査で10月の指数が2ヶ月連続で悪化し、基調判断は3ヶ月ぶりに下方修正されました。内閣府は毎月全国の8400世帯を対象に消費動向を調査しています。10月の調査によりますと、暮らし向きなど消費者心理を示す指数は前の月より 0.9 ポイント低い 29.9 でした。2ヶ月連続の低下です。また耐久消費財の買い時が今後良くなるかを聞いた指数は前の月より 0.7 低い 22.5 で、現行の調査方法になった2013年以降で最も低くなるなど、いずれの調査項目も悪化しています。消費者心理の基調判断も弱い動きが見られると3ヶ月ぶりに下方修正されました。内閣府は生活関連の物価上昇が続いている影響だと分析しています。また今後については、物価上昇がどこまで続くか、冬に向けて新型コロナの第8波が来たらその影響もあるだろうとしています。